公益社団法人日本山岳スポーツクライミング協会は日本国内における登山活動の振興を行う統括団体山岳スポーツクライミングスキート山3競技の国内競技連盟である2017年4月1日に日本山岳協会から解消された下部組織として各都道府県に山岳連盟がある国内では略称として 日山京と呼ぶことが多い。全国の都道府県山岳連盟を正会員とする。議決権のない参助会員は、およそ7万人でその大部分は、東京都山岳連盟の加盟山岳会会員や、個人会員である。山岳道徳、登山技術の普及や山岳自然保護運動の推進などの公益事業を行っており、 日本スポーツ協会のスポーツ指導者制度に準拠した山岳指導員の育成、認定や一般登山者への自然保護啓蒙活動推進のための自然保護指導員制度を実施している。また、国民体育大会山岳競技や国際スポーツクライミング連盟主催のワールドカップ大会、ボルダリングジャパンカップなどをはじめとする各種山岳スポーツ大会を開催している。 日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会に加盟している。本部は2019年6月より、新宿区の JSOS に移転した。IOC 承認国際競技連盟連合加盟の国際競技連盟である、国際山岳連盟、国際スポーツクライミング連盟、国際スキート山連盟、3団体3競技の国内競技連盟という、日本では珍しい団体である。 国際オリンピック委員会加盟の IF は1団体1、競技ばかりだが NF については当団体のように1、団体複数競技のものがある。日山協の設立以前は、日本体育協会からの海外登山助成金は、日本最古の山岳会で、日本の登山会の絶対的存在であった、日本山岳会が独占しており、 一般の社会人山岳会による海外登山はかなり困難な状態であった。この状況を多くの社会人山岳会を参加に従える都道府県だけ連で構成する全日本山岳連盟は不満を日本体育協会や日本山岳会にぶつけた。これに対し日本山岳会は日本の登山の中央組織として日本山岳会と全日本だけ連の 共同設立による日本産学協会の立ち上げを提唱し、実施された。初代会長には日本産学会の従人、武田久義が選ばれた。助成金は日本産学協会に交付されるようになった。その後、日本産学会の松方三郎会長の提唱により、日本産学協会の組織を日本産学会と全日本武連の共同設立から、改め、 都道府県だけ連によって構成する組織に改めた。これにより、日本産学会東京支部は廃止され、日本産学会は東京都産学連盟参加の加盟団体となり、他の産学会と同じ待遇を受けることになった。2014年3月、東京都産学連盟から日本産学会が大会。日本産学協会と日本産学会は別組織となった。ありがとうございます。